今発表されるようになりました。あなたは第37回磯節全国大会において当初の通り優秀な成績を収めたので、その栄誉をたたえ礼を称します。おめでとうございました。磯節は ずっと準優勝が5回ぐらいあったんですよ。それでもう磯節は諦めようかなと思ったんですけども、まあ諦めないで挑み続けてなんとかここまで来られたんで、本当にまあ諦めなかったことが良かったんだなと思って今本当に嬉しく思ってます。磯節に出会ってですか。いや、あの友達がたくさんやっぱりねできましたからね。いろんなあの私の会社以外の方がねたくさんいますんで、そういうしたあの人たちとの出会いがやっぱり一番大きな財産じゃないかなと思います。あ、もう本当に思いもよらなかったので大変嬉しい。本当に心から嬉しい。磯節を始めたきっかけ、やっぱり民謡が好きで始まって、途中からやっぱり難しい磯節に挑戦しようと思って始めました。来年またその上目指して練習したいと思います。